リンツ中央駅はオーストリア、リンツ市にある鉄道駅である。1858年に開業したこの駅はリンツ市の中心的な交通機関である。オーストリア西部鉄道の一部を形成し、ピュールン線、ズンメラウ線、リンツ地方線の終着駅でもある。当駅はオーストリア連邦鉄道が所有していて、鉄道サービスはオーストリア連邦鉄道と リンツ地方線が運営している。1日約3万人以上の乗客が利用しており、オーストリア有数の混雑する駅である。リンツ中央駅は、市中心部の南端近くにあるボンホフプラッツに、位置している。初期のリンツ中央駅駅舎初期のリンツ、中央駅駅舎は、皇后、エリーザベト鉄道提出特任会社の、オーストリア西部鉄道がウィーンからリンツへ、 接続されるのに合わせて1858年に完成された。1936年にナチスによってリンツ中央駅改修が実施された。鉄筋コンクリートの骨組みと高い天井、細長い窓が特徴の厳格なモダニズム様式へと変貌する。しかし、この駅が再建されるまでにリンツは完全な都市改造が行われる5つの 相当都市の一つに指定される。改修計画の駅跡は相当博物館の敷地に指定され、新しい大通りの反対側の端に駅が4キロ南に移動することになった。しかし、これらの改築計画は実現せず、第二次世界大戦中の連合軍の爆撃によって再建された駅舎が損壊したため、 当時の地味な作りのまま1949年から1955年にかけて再び再建された。しかし20世紀末には公共交通機関の利用者増加に伴い根本的な再改修が求められた。2002年から2004年にかけて駅舎が全面的に改築されミルヘルム・ホルツバウアー市設計の新駅舎となった。この再改築により複合施設の一部として 超高層ビルであるターミナルタワーも建設された。現在の駅舎は3階建ての構造となっている。正面口はタクシー乗り場隣の地上階にあり、駅バスターミナルへのアクセスも可能である。現在の駅舎内部このバスターミナルは、ポストバスやリンツ支電によって運営されているいくつかのバスと、トロリーバスの路線で使われている。また、リンツから、 近隣のトラウニアンスフェルデンを結ぶエルザー社の地域バスにも利用されている。鉄道プラットフォームへは駅舎の地下1階よりアクセスできる。またここには BB チケット窓口、インフォメーションセンター、BB クラブラウンジに加え、ショップやレストランなどが並んでいる。地下2階にはリンツ支電の4路線全てが停車し、さらに支電車両保管庫がある。 利用者の移動時間の無駄を削減しつつ、大規模で明るい雰囲気となった、この駅舎は、クラーゲンフルト、ウィーナーのイシタと、ベルスの中央駅に先駆けて、オーストリアで、最も人気のある美しい鉄道駅として、フェアケアスクラブオーストリア賞を繰り返し受賞している。ありがとうございます。